リッケンバッカー360、十2はリッケンバッカーの十二弦エレクトリックギターの三百シリーズ。最初の十二弦エレクトリックギターの一つとされる。型番の十二は十二弦ギターを意味しており、外観は六弦モデルのリッケンバッカー三百六十とよく似ている。リッケンバッカーはスロッティドヘッドとソリッドヘッドを併用するという革新的なデザインにより、 通常の12弦ギターに必要となる大きなヘッドを回避した。もう一つの特徴に復元の並び順がある。ほとんどの12弦ギターは復元をベース側に配置するが、リ憲ケンバッカーはこれを逆にした。1964年、ビートルズが発表したアハードデイズナイトの録音でジョージ・ハリスンが使用したことで世界中の注目を集めた。 リッケンバッカーは1963年に12弦、エレクトリックギターの開発を開始。1960年代初頭のフォークミュージック、リバイバルで、アコースティック12弦ギターの人気は増していたが、エレクトリックギターに関しては、まだ稀であった。リッケンバッカーは3本の試作機を作成、そのすべてに、従業員、リチャード・バークの発案によるユニークなヘッドを、 採用していた。通常のギターのように、各サイドに3機のチューナーが取り付けられ、ポストはヘッド表面に突き出ている。2つの平行した溝がヘッド表面に掘られ、それはクラシックギターのヘッドのスロットを連想させるものだが、ヘッドの厚みの半分までしか掘られていない。追加の3機のチューナーがヘッドの各サイドに取り付けられる。この3機のノブは、 ヘッド後方を向き、ポストはヘッドの溝を横切っている。この革新によりヘッドの大きさは最小になり、プレイヤーはヘッドの重さを感じずに済む。また、6弦ギターとして使う場合、多くの12弦ギターより弦間が狭くなり、綺麗に弾くことが難しくなっている、珍しい12弦ギターである。立憲バッカーは最初の試作機を、 ラスベガスのカントリーミュージシャン、スージー・アーデンに送った。もう一つの試作機は、1964年に、ニューヨークのサボリー・ヒルトンホテルに特別展示された。これは、ビートルズが、エドサリバン賞出演のために街を訪れた、記念の展示である。病気のため、展示がなくなっても、ジョージ・ハリスンは12原試作機と共にあった。彼の、 アハードデイズナイトでの卓越した仕様は、立憲バッカー12弦の高い需要を生んだ。ハリスンは360、12を愛し、メインギターを他のものに移してもなお360、12への愛情が損なわれることはなかった。63年生の FG 氏のリアルナンバーは CM107。ハリスンは新型の百六十十二を百六十五年に、 受け取り、それをアルバムラバーソウルを呼び、リボルバーで使用している。彼はアルバムクラウド9で現役から退いていたオリジナルの360、12を復活させた。また、ロジャー・マッギンは1964年に公開されたビートルズの映画ハード・デイズ・ナイトを見て、ジョージ・ハリスンの持つ闘ギターに影響され、ロックバンド結成を決意。 そのバンドが、後のザバーズであり、マッギンの奏でる、当ギターの鮮やかなサウンドは、ミスタータンブリマンや、リムニーのベル、ターンターンターンなど、多くの楽曲でその効果が遺憾なく発揮され、フォークロックにおける、ギターサウンドの一つの典型が確立し、さらに多くのミュージシャンに影響を与えることとなった。1964年の量産開始時に、 リッケンバッカーはプロトタイプからいくつかの仕様変更を施した。ボディートップの周囲は丸く角を落とされサウンドホールにはバインディングが施された。量産品には1964年後半に R ロゴのテールピースになるまでプロトタイプと同じこの地型トラピーズテールピースが使用されていた。1969年以降は それまでの21フレットネックではなく24フレットネックが使用された。2ピックアップの360、12、3ピックアップの370、12、2ピックアップで、ソリッドボディの450、12の3モデルが製造された。似たような12弦ギターが出たにもかかわらず、360、12独特のジャングリーなサウンドは、他で真似のできるものではなく、 その独特な音を求めるミュージシャンにとっては必需品となっており、2012年末時点でもまだよく売れ続けている。360-12V66 ベーコン、トニー、エレクトリックギターズ、ザイラストレーテッドエンサイクロペディア、サンダーベイプレス、2000、ISBN1 から571452818。ありがとうございます。